トール氏はバルカン半島や中東で食べられる酢漬けの野菜である。語源はイラン語で酸っぱいを意味する糖種である。アフガニスタン料理、イラン料理、クルド料理、パキスタン料理、イラク料理、イスラエル料理、トルコ料理、中近東料理、アルバニア料理、アルメニア料理、ギリシア料理、ブルガリア料理、マケドニア料理、セルビア料理、ボスニア料理等では、 一般的に用いられる。トルコのトール市販売店イランでは、地域の習慣や行事ごとに非常に多くの種類のトール市がある。家庭によっては、トール市がテーブル上にない食事は考えられないところもある。ブルガリア料理では、ザースカターシアとセルスカターシアに人気がある。伝統的なメゼであり、ラク、ウーゾ、チプロ、ラキア等の酒と共に供される。 トール氏水も飲むことができ、トルコでは非常に人気がある。大きな都市であっても、家庭でのトール氏作りは今でも周期の伝統として広まっている。レストランで出されたり、出来合いのものをスーパーマーケットで購入することもできる。トール氏は、ニンニク、唐辛子、セロリ、カリフラワー、ニンジン、テーブルビート、エシャロット、キャベツ、 ナスや、その他の野菜と酢に漬けた乾燥ハーブ、塩、黒胡椒を含む、様々なスパイス、生姜等を材料として作られる。殺菌効果を持たせるために、ペルシャでは酢を多く入れるが、トルコでは塩を多く入れる。トルシーライは、ナスと、ハーブから作る。ナスを、オーブンで焼いてハーブ、酢と共に、ガラス瓶に詰め、冷たく乾燥した場所に2から3ヶ月置く。ザースカターシアは、 カリフラワー、赤唐辛子、人参、セロリから作る。野菜に塩と砂糖を混ぜて一晩置き、翌日、汁と酢を混ぜて数分煮る。野菜をガラス瓶に詰め、桜の枝と丸い皮の石でプレスする。セルスカターシアは緑唐辛子、緑トマト、人参、カリフラワー、キャベツ、セロリから作る。野菜を容器に詰めて、枝と石でプレスし、塩、 水のマリネ液を注ぎ、発酵させる。ありがとうございます。